写真は、ボルフ・ボルフは、ドイツ海軍の水雷艇。1924型。1927年3月8日寄港。1927年10月12日浸水。1928年11月15日収益。1939年9月北海での、機雷不設に従事。10月には、スカゲラク海峡で活動した。11月も、 機雷布施作戦の支援安ゲ下落海峡での通称破壊活動に従事した。1940年4月ベーザー演習作戦に参加、軽巡洋艦ケルン、ケイニヒスベルクなどと共にベルゲンを攻略。29日から30日北海で機雷布施を行う。この際事故で水雷艇レオパルトが沈没。その後フランスへ進出し、イギリス海峡で活動。 1940年10月11日、イギリス沿岸の海上交通妨害を目的として、第5水雷隊はシェルブールから出撃。11日から12日の夜に、第5水雷隊は武装と、ローラー・リストロック、ワーウィック・ディッピングと自由フランスの苦戦艇 CH-6、CH-7 を撃沈した。キロ、ワイト島南南西沖で、イギリス第5駆逐隊と遭遇し、 追撃を受けるが、振り切って、シェルブールに帰投した。1941年1月7日から8日に、かけての夜、水雷帝コンドルと共に、ドーバー沖へ嫌いを伏せした。そのキロ、ボルフは、ダンケルク沖で食来し沈没した。ありがとうございます。